2問目の質問といたしまして、本年6月に発生いたしました誠に痛ましい交通事故を踏まえた問題についてです。この事故は千葉県八街市で小学生の列にトラックが突っ込み、児童5人が死傷したというものです。この事故を受け、対応を検討している文部科学省と国土交通省、警察庁は全国の公立小学校の通学路を対象に点検を行うことを決めました。全国の教育委員会などへの通知では、点検では今回の事故を鑑みて見通しの良い道路や幹線道路の抜け道となっている道路など、車のスピードが上がりやすい場所、過去に事故に至らなくても危うい事例があった場所、保護者や地域住民から改善要望があった場所など、危険な箇所を抽出して取りまとめるよう求めています。通知では、今年9月中をめどに、点検の実施と危険な箇所の把握を進め、10月中をめどに、市町村教育委員会や学校が PTA の協力や警察の助言を得て、対策案を作成するよう求めています。1回目の質問といたしまして、国の通知を受けて、本市でも通学路の総点検を実施していることと思いますが、その進捗状況についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。教育部長。中村議員のご質問にお答えいたします。本市では通学路の安全を確保するため、茨城県、警察、学校、PTA の代表者及び市で構成する通学路安全推進会議においてご意見を伺い、小中学校の通学路の安全確保に関する取り組みの方針である通学路交通安全プログラムを策定するとともに、警察、県及び市合同で通学路の点検を行っております。通学路の安全対策としましては、歩道や信号の整備、いち早く安全を確保するための対策として、歩道と車道を色で分離するカラー舗装や、凸凹があるように見せるイメージハンプ、スクールゾーンの路面表示などの速度抑制や注意を促す対策を実施しております。皆様ご承知のとおり、令和3年6月28日、千葉県八街市で発生した児童5人が死傷する事故がありました。この事故を受け、文部科学省、国土交通省及び警察庁の3省庁が連携し、7月9日付で通学路における合同点検等実施要領が作成されました。本市では6月28日の事故を受け、7月1日に通学路交通安全プログラムに基づき、防災課、建設課及び学校総務課の3課合同による通学路緊急点検を行いました。この点検の結果、古木野小学校の通学路においてカラー舗装等の路面表示が薄くなっている箇所が見つかったため、緊急に塗り直し等の対策を実施いたしました。また7月1日付で市内小中学校に対し、通学路の新たな危険箇所についての洗い出しを依頼し、8月23日から31日にかけて学校からの新たな危険箇所を警察や茨城県等の関係機関と連携して安全点検を実施したところです。9月下旬には関係機関の点検結果を踏まえ、通学路安全推進会議において通学路の安全対策について協議し、通学路交通安全プログラムの見直しを行ってまいります。以上です。
中村豊議員。ありがとうございました。本市としては着々と総点検を進めてくださっていることが分かりました。引き続き丁寧な点検をしていっていただけるようお願いいたします。またすでに対策を実行いただいていることもに感謝申し上げます。2回目の質問といたしまして、本市の総点検を実施終了後に検討会を持ち対策案を作成することとなるとのことです。対策案作成にあたりましては、どのような組織で作成していくのか、例としてどのような対策がなされるのか、またその対策案をどのように公表していくのかをお伺いいたします。よろしくお願いいたします。教育部長。中村議員のご質問にお答えいたします。先ほど答弁しましたとおり、茨城県警察、学校、PTA の代表者及び市で構成する通学路安全推進会議においてご意見を伺い、小中学校の通学路の安全確保に関する取り組みの方針であります通学路交通安全プログラムを策定し、通学路の合同点検などにより危険箇所の把握に努め、その対策につきましてはカラー舗装やスクールゾーンの路面表示灯により注意を促す対策の実施や、道路管理者や警察に通学路の必要な安全対策の要望を行っております。また通学路交通安全プログラムの公表につきましては、毎年度通学路安全推進会議において危険箇所及び危険箇所に対する安全対策の見直しを行い、その結果につきましては市ホームページにより公表しておりますが、さらにきめ細やかな公表に努めてまいります。以上です。中村豊議員。はい、ありがとうございました。公表に関しましてはぜひいろいろな方法で対応いただきますようお願いいたします。保護者は不安な思いでいます。保護者への丁寧な公表と説明をお願いいたしますと同時に、たくさんのボランティアの皆さんに登下校の見守りをしていただいておりますので、その方々全員に伝わるような公表をお願いいたします。いつ何時事故が起こるかは分かりません。安心安全な通学路は市として対応しなければならない課題だと考えます。事故が起こってからでは遅いのです。たくさんのボランティアの方々の力で子どもたちの安全を保っていることが現状でもあります。行政としてこれからも安心安全な通学路の整備に最大限の努力をお願いし、私の質問を終えます。ありがとうございました。以上で中村豊議員の一般質問を終了いたします。ここで暫時休憩をいたします。再開を午後1時といたします。